北緯35度37分53.7秒、時計139度42分57秒、北緯35.631583度、時計139.71583度、35.631583、139.71583ドレスメーカー学院は、日本の専修学校、各種学校である。学校法人、杉野学園が経営する。 救命賞ドレスメーカースクール、ドレスメーカー女学院、杉野女学院。1926年3月、当時満34歳の杉野義子が、東京市芝区南作間町の和合ビルに、ドレスメーカースクールとして開校する。同年11月2日、現在地である、東京深江原郡大崎町大浅上大崎に、移転、ドレスメーカー女学院と改称した。 当時の表現で言えば、洋式裁縫の研究指導書である。1931年には、東京不妊科学校となった。1935年、麹町区日比谷の日比谷公会堂で、創立10周年記念ファッションショーを開催するが、これが、日本初の日本人の手による、初の本格的なファッションショーであったと記録される。1939年、 スタイル画教室を開設。これも日本初のものであった。同年、デザイナー養成課を開設。日本で初めて服飾デザイナーを本格的に要請する機関であった。1943年には第二次世界大戦下の戦時統制のため、次の女学院と解消するが、やがて戦況が厳しくなり、閉鎖を余儀なくされる。1946年、 ドレスメーカー女学院として再開する。1948年7月31日、財団法人、杉野学園を設立。翌1949年12月15日、私立学校法が施行され、1951年2月21日、文部大臣認可を受けて、現在の学校法人、杉野学園に改祖した。この時の理事長は、杉野茂和。 理事にはその妻、杉野義子のほか、北爪美代子、宮崎直江、長谷川英太郎、内田千佐、森正和が名を連ねた。1955年、現在も使用している、本校舎が落成する。1973年、創業者の一人杉野修和が死去する。1975年7月11日に交付された、学校教育法によって規定された。 先修学校として、1976年8月24日付で認可を受ける。1978年7月24日、創業者、杉野義子が死去する。2012年、600人を収容する杉野ホールが完成した。杉野学園ドレスメーカー学院出版局は、日本の出版事業体である。学校法人、杉野学園ドレスメーカー学院の内部に、 設置されている。国立国会図書館蔵書を中心とした主な出版物の一覧である。ありがとうございます。